あ、こんにちは。こんにちは。今日は鈴木さんがいないんですよね。いないんですよ、あの男ね。ダブルブッキングだそうです、あの男。ダブルブッキング。ダブルブッキングで。あ、そう、はい、ジャッキー先生、今日は、エフェクターということですけど。そうなんですよ。何ですか、ものは。ものは今日は皆さん、あのこのイコライザー。あ、イコライザー。イコライザーはギター弾く人は必ず1個持ってると思うんですよね。皆さんも持ってると思うんですけれども、今日はそのね、使い方というか基本的な考え方、先生。うん、一応ですね、基本的にまあ、ボスさんの方でね、出てるこの今回のこのイコライザーなん、イコライザーなんですけど、すいませんね。要は基本的にギターのね、音色を整えると、そのためにボスさんが開発、このエフェクターを開発したぞっていうのが大根底にあるんですよね。で、そういった意味でこうこれね、今回のこの形というのはこのいわゆるグラフィック、いわゆるトーンコントロールを細かく、そうです、帯域を細かく変えれるっていう、ね、そうそうそう、ね、うん、はい、そういうことでね、イコライザーは登場しまして、うん、であとね、まあ、進化的に、はいはい、うん、こいつを踏むと音がでかくなるんですね、このレベル調整のところで。あ、そうですね、レベルがあるっていう、ね、はい、レベルがありますんでね、はい、うん、こちらで音色を整えて、このボタンで音量を変えると、うんうんうん、そういう使い方が、うん、今主流メインなんですね、うん、ですから分かりやすく言うと、例えばギターを弾いてて自分のソロが来るって、これ踏んで音量を上げると。あー、ブースター代わりに使えるっていうことですね、はい、うん、はい、ブースター代わりでこいつをね、うん、使うギタリスト多いんですよね。あ、そうなんですね、はい、うん、これジャッキー先生は、うんうん、生っ粋のヘビーメタリストじゃないですか。まあ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 ね。はい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 。なんで、はい、まあ、そういう人たちは、例えば、うん、デストーションとか、はい、オーバードライブとか、はいはいはい、まあ、リバーブも使うかもしれないけど、うんうんうん、ディレイとか使うじゃないですか。はいはい、このイコライザーじゃどこへ突っ込むんですか。出ました、順番を。これ必ず聞かれるんですよ。はい、はい。で、まあ一応ね、うん、先ほどはね、その、ボスさんのこの使い方。はいはい。をちょっとねご紹介させてもらったんですけど、実は今日の深掘りポイントはね、うん、このイコライザーの置く順番、先生。あ、はい、ね、だからそこは気になりますよね、うん、これがね、うん、結論から言いますよね、うん、順番どうでもいいんですよ、うんうん、どこでもいいの、どこでもいいですだけれども、うん、私の知り合い、はいはいはい、ヘビメタのね、とかロックやってる人は絶対同じ順番なんですよ、うん、まあそうなんですね、はい、ほうほう、あ、最初に最初の置くんですよ、ほうほう、はいはい、ね、皆さんもこれまず音色を決めたやつを一発目に置く、ギターから出たやつね、うん、シールドが来ました、一発目にこれが入ります、うん、で次に音を作ったやつを歪ませると、うんうんうん、でも2番目にこのディストーションとか、ね、オーバードライブとかファズとか、うん、ジャンルによって皆さんのお好みの音を歪ませる、うん、で最後に空間系、うんうん、で音を整えた出た音を歪ませる、うん、歪んだ音に奥行きを与えるっていう考え方なんですよ、みんな、はいはいはい、皆さん、だから必ずこの順番になるんですよ、まあ、イコライザーは最初に持ってくるのが、まあ、いいよっていうことね、定番中の定番、うん、あ、そうなんですね、うん、でね、ここのね、このエフェクターの置き方の順番がとやかく言われるのは90年代に入ってからなんですよね。おうおうおう、それまでは、まあ、雑誌の方でもね、別にエフェクターなんか別に順番なんかどうでもいいやぐらいなノリで、またギタリストもね、適当に買った順番、ちなみになんか最初そのエフェクターを買った順番並べとったんですよはい、でもそれは買った順番だから安いものから稲葉さんは並ぶという、でもそれもね、はいはい、あんま違うことが分かってきたんですよね、はい、いつ前に稲葉インディーズ時代なんていうのがありましてね、うん、でそこへ行ってそのね、そういった方々、あとプロデューサーの方とかにお話する機会があって、あ、はい、それがちょうど90年代ぐらいなんですよ。でそこでこう聞いた話によりますとね、うん、皆さんセンドリターンって聞いたことあるでしょ、あのアンプのところにね、うんうん、後ろにつけるセンドリターン、うんうん、
あれが登場してこの順番のエフェクトの順番が明確になったと言われてるんですよね。なんでね、皆さんもね、このスタンドリターン、今回はねちょっと端折るですけども、要は音色を作りました、その音を歪ませます。ここで一回アンプに行くんです、アンプに直結します。でセンドリターンでこの、ね、スピーカーに行く前に一回エフェクターのリバーブ機に行くんですよ、コーラスとかリバーブとかね、エコーとかで奥行きを与えてから最後にこのスピーカーで音を出すと、このパターンになったのがこのセンドリターンからって言われてるんですよね。そうなんですね、なぜじゃあそうなるのかっていうことですよね。でこれ皆さんやると分かるんだけど、全部直列でエフェクター並べます、アンプに行きます、で出すと音が一個一個ね全部くしゃけてドーンで出ちゃうんです。あ、はいはいはい、うん、その突き抜けない音っていう、そうなんです、潰れちゃって出ちゃうんですよ、だから奥行きのリバーブとかあのエコーとか、それはねだけは全部音ができました、さあ今から音出しますよっていうとこに一回かまして奥行きをつけてから出した方が、ギターの音と空間が別々に聞こえるんですよね。だからあの構造ってね先生、このアンプにあのセンドリターンをつけたがるのが90年代、それまでの、そういう歴史が、その変わった使い方があるんですよ先生これ、でも変わった使い方っていうのがね、皆さん通常の、時はこれを常に押しっぱなし、でこの、ね、音量、で押して、踏んで音量がガンと上がるようにこっち側にセッティングしておくんですね、アンプで。あってことはバッキング、こっちはバッキングのセッティングなんですか。バッキング用で、音の、音色をつけておくんですよ、いい音ですよ、でギターソロが聞いたらこれ踏んで、アンプだけの音にするんですね。そうね、こっちを下げてあるとアンプの方が音が大きくなる、ね、なるじゃないですか、でこれがねちょっとあの昔のあの歌舞伎ロックスっていうバンドの坂川さんっていうギタリストがいるんですよね。でこの人に教えてもらったやり方、そういう方もあるよね、そう、まあ、いろいろ勉強になりました、今日はありがとうございました。ありがとう皆さんね、今回は突然すみちかさんっていう女性のギタリストがね遊びに来てくれましたんで、ちょっと応援してあげてください。すみちかさん頑張ろうね、はい、お願いします。だそうです。また来週ご視聴ありがとうございました。アドリブ、ありがとうございました。ありがとうございました。